やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。右スティック来た来たかもしれない。ブンワーン。じゃあ人物紹介してください。これ私右スティックでアクションを実行する。手に取る。はい。あ、物がある方に倒すとアクションが実行できるんだ。なるほど。ブンワーン。助けてください。あー、パパが暴れてんだね。俺にはもう分かるよ。まさかアンドロイド。なんでそんな扱いなの。なんでそんな扱いなの。校長は本物の人間に頼んで、それは特に近づけないで。それとか言うな。お前ぶち殺すぞ。ロボットだから問題ねえんじゃね。え、なんかほぼ死んでんだけど。パパか目。あ、指紋認証してんのか。ジョン・フィリップス、パパだね。後ろから撃たれてる。父親は何かを持っていた。後ろから撃たれてんだ。順を追っていかないと見れないことがあるのか。変異体は買い替えられる予定だった。うえぇ、ー、感情が悪くね。嫌だったの、買い替えられんのが。ちょ、行っちゃおう。これもう無理だ。もう見れるところはない。でも警備員が一人死んだ。うん、銃を持っていたぞ。変異体は警官に撃たれた。あ、怪我してるって。子供何しようとしてるこれ。あー、警官の方に行こうとしてるんだ。あー、なるほどね。はい。で、銃があそこにあると。武器を発見。はい。でも俺は銃を持っちゃいけないんだよな。アンドロイドはいかなる武器であっても携帯または使用してはならない。手に取る。一応ね。まあ一応ね。情報発見 67%。 いや関係ない。俺は行きたいもん。これで俺は説得できる。行くぞ。3分の2だ。痛くない。俺はアンドロイドだ。何をしている。飛び降りるぞ。いや、やめて、お願い。あいつ行く。今時鉄砲なんて古いんだよ。名前。僕はコナーだ。なあ、君は。今の選択肢が。名前だ。ダニエル。奴らがつけた名前だ。近寄るな。俺の話を聞いてくれ。なんでヘリコプター通るんだ、こんな時に。バカなのか。ああ、どうしよう。安心させる。傷つける。俺もお前と同じアンドロイドだ。僕と話し合って解決策を見つけよう。話す。 LB が何なのか分からんねん。今更もう遅い。 LB 来た。これや。お前の武器は。お前武器ないです。ね、持ってません。持ってるじゃないだろ。俺はアンドロイドだ。アンドロイドは武器を持つことを禁止されている。ダニエル、嘘じゃない。俺を信じてくれ。武器は持っていない。原因に、ね、原因何。買い替えられると知って君はショックを受けた。あ、これは俺がアンロックしたのか。なあ、そうなんだろう。家族の一員だと思ってた。大事な存在だって。心があるんだな。でも俺はただの思って。そんなことない。いらなくなったら捨てられるだけ。しかも人質は怪我をしてない。やっぱり俺も気持ちわかるよ。ダニエル、君は何も悪くない。お前は何も悪くない。君が感じているその感情はソフトウェアのエラーなんだよ。俺のせいじゃない。こんなはずじゃ。愛してたんだ。なのに誰を。家族を全員よ。彼らにとって俺は命令を聞くだけのただの奴隷だった。おお、誰。俺はね、俺は歩み寄りたいんだよね。ああ、人質話しかける。お願い助けて、死にた
わかるよ。死にはしないよ。落ち着いて。大丈夫。変異体はかなり安定してきている。ヘリコプターがもう何したんねん。おかしくなりそうだ。あのヘリコプターをどこかにやってくれ。従え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 。その子いる場合じゃない。ほら、いなくなったぞ。 81% だぞ。俺を信じろ。銃も持っていない。ダニエル、僕を信じてくれ。約束だ、人質を解放すれば君を傷つけたりしない。全員引き上げさせろ。それと車を用意しろ。街から出たら解放してやる。歩み寄る。俺は歩み寄るよ、こういう時。ダニエル、それはできない。解放すれば君を撃たないと約束するよ。頼む、俺の話を聞いてくれ。死ぬのは嫌だ。真実って何？まだ安心させたい。しない、話をするだけだ。 100% だ。約束する。わかった。なるほどね、感情がここの色なんだ。あー、人質怪我してない？でも擦り傷かな。あ、まあロボットなんで。ナイス。嘘をついたら来な。俺に言う。これが俺の仕事だよ。ほら落ちろ、そっちに。落ちねえんだ。はい、ミッション成功。これが俺の仕事だ。こっちには行けんのか。こっちには行けない。おい、すげえ。今ランニングしてたのあれなのか、アンドロイドと一緒に走ってたのか。なるほどね。雑だな、水の渡し方。いやでも際どいな。俺、感情のないアンドロイドが普通に世の中にいる世界だとして、丁寧に扱えるかどうかっていうと厳しいかもしれない。結構雑な扱いになるかもな、俺も。なんて書いてあんの。 We want job だ。仕事がねえんだ、ロボットに職を奪われて。アンドロイドが国を滅ぼす。あー、なるほどね。あれだ、ターミネーター的な行く末を怖がってる人たちだ。ターミネーターってそのロボットに支配された人間たちの話だからね。人間よりもロボットたちの方が頭が良くなってしまって、人間を駆逐した方が地球にとっていいから、人間を駆逐しようって言って始まったから、それの支持者だね。おい、うせな、客が寄りつかないだろ。ね、やっぱ人のなんか扱い方が違うな。おい、おお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 。俺はエラーを起こしてないから感情ないよな。実はもともとエラー関係なく感情あんのか、全員。ホットドッグの人、もう一回ちょっと怒らせてみよう。我々は待ち伏せして人の血を流し、罪のないものをゆえなく伏して狙うのだと。だが神が我らを守ってくれる。己の尊き創造物が作り物に過ぎない。悪魔に決して惑わされぬように。悪魔め、私に一体何の用だ。うん、正体は知っているぞ。全てお見通しだ。貴様は邪悪な者どもを呼び寄せる存在。貴様がデトロイトを崩壊へと導くことになるだろう。まあ一見過激に見えるけどね、あまりにも人間が達していい領域じゃないんじゃないの説を説いてる方。やばい、そこに行くとまずいが。あー、あかん、あかん、あかん、すいません、飛ばさせてください。お前ら、アンドロイド様のお出ましだぞ。
ねえ、こいつ見てみなよ。仕事は盗めるくせに立てないんだって。これは法律に触れないの？逃げる気か？たっぷり痛みつけてやら。やっちまえ。やりな。これ所有物なのにこんなことしていいの？もうやめろ。警察もその感じ？いいから邪魔しないでくれ。おめえのせいだよ警察。もっと取り締まれ。傷つけたら罰金食らうぞ。まあでも物だから言うて感情移入できないのか。後悔するなよ。そうだな。ほらもう行け。ほぼ拾えてるってことかこれ。さあシーンが飛びまして、お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。とりあえず家事と洗濯と料理と、それから、たかあのクソガキどこに行きやがったんだ。アリス、アリスいるやん。ああそこにいたか。こいつはアリス、面倒を見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。クレジットカードが止まってんのか？それとも審査が通ってない？あ、借金したいから、クレジットカードの審査を通したけど通んねえのかな？逃げよう。もう、バスに乗って。ちょっと、片付け終わったよ。うわ、薬やってるよ、こいつ。決まってる。おぉ、ブレイキングバッドみたいだぜ。いいねん。なんだそれ。オールスポーツ。アンドロイドの選手？わお！スポーツに参入してんのか。エンドゾーンからエンドゾーンまでボールを投げて、6インチのターゲットに命中させるクォーター枠用アンドロイド、QB1000 型を公開したって。終わった。スポーツ終わった。命の値段。自動運転が生死を決める。やばいこと書いてある。搭載されたコンピューターが、例えば2人いる歩行者のどちらにぶつかるべきかといった生死に語る決断を下さって。人間的な価値が低い方にぶつかりに行くんだってさ。労働省によると10月には雇用者数がさらに22万5千減少し、全国の失業率は 37%？ 37 はすごいかもな。なに？アリスの情報。あなたのことを教えてくれれば。いや、そういう意味じゃなかったんだけど。母親のことなんて絶対聞くな。あなたが名前をつけてくれたの？カーラ、いい名前。何からつけたの？はい、母親、うわあ、母親聞きたくない。無口なのね。無口なのねとか言うな。うわ、逃げちゃったよ。逃げない。来たー、親密になった。信頼を得たぞ。なんか戻った。なんだあっからさまな鍵。任天堂みたいな鍵。これや。勝手に開けさせてもらうわよ。ヤズバナクローバー。やべえ、顔覚えてねえ。トットこんな顔してたっけ。老けすぎてわかんねえんだけど。
怪我してるな。いやーこれなるほどね。アンドロイド一回やってんだトットは。あちゃー、なるほどね。だから申し訳なさそうにしてんだ。私一回死んでます。これ何してる。あ、遊んでるの。遊んでる。こう思ってんだろう。親父はクズだって。ん？仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。お前も俺のことが憎いんだろう。俺には分かってんだ。さあ言え、憎いんだろう。俺は何してんだ。ごめんよアリス、許してくれ。ごめん。父さんはお前を愛してる。分かってるだろ。うん、うん、まあ心が不安定になるよね。母さんが何でいなくなったかによるな。これはそういう状況にもなるかもしれない。すごい大切にされてるな。2階でカールを起こす。待てよ、俺は見たいぞ。すごい家なんだけど。ロボットの世界であるがゆえに、やっぱり人の創造物っていうのは評価されるのか。開ける、なんだ、作り物か。作り、うえっ、ロボットなんだけど。どこロボットにする必要あるのかな。あ、おじいちゃんかな。カーテンを開ける。寝てんのか。おじいちゃんだ。ああ、いや、炭入ってんぞ。おはよう、カール。おはよう。もう10時ですよ。天気は一部曇り、気温は12度。湿度 80% で、午後には小雨が降るかもしれないそうです。ベッドで過ごすのにもってこいの日だな。おい、その服はどうした。ああ、これは街角でデモに出くわしてしまって。うん、愚かな奴らめ。アンドロイドを一体壊したところで何か変わるというわけでもあるまい。間違いない、八つ当たりだね。怪我をしていないといいが。怪我って言うんだよな。だけですよ、平気です。ベーコンと卵をお好みのスタイルで用意してありますよ。すげえ最高だな。ここはキッチンか。キッチンすごー。ネギか、ニラの可能性もあるぞ。わからない、俺にはわからない。うわー、お前金持ちすぎだろ。おい、アイアンマンみたいなやつあるって。トニー・スタークが使ってたぞこれ。おお、よし、前回の続きだ。シートを剥がしてくれ。カールはすごい人を描くんだな。さあ、
意見を聞かせてくれ。意見言えんの？僕はアンドロイドなんで。指標はプログラムされていないんです。はい。僕の評価は当てにならないですよ。正直言ってもう何も言うことはない。こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ。カール、私の話は置いといて、お前の才能を見せてもらおう。筆を取って書いてみなさい。書くって言っても何を書けば。何でもいいから書いてみなさい。書く題材を決める。書く題材を決める。俺はカールの絵が描きたいよ。完全に模倣できちゃうのかな。完全に模倣できちゃったらよくないのか。でも模倣は模倣だから。これは現実の完璧な複製だ。うん。だが絵画では模写するだけではなく、そうだね、自分が感じたことを解釈し表現することが大事なんだよ。いやでもすごくなんかアンドロッドっぽいな。そういう風にはプログラムされていません。動きが。さあほら、筆とそのキャンバスを使って。マーカス、目を閉じてみなさい。いいから。大丈夫だ。存在しない何かを思い浮かべろ。見たことのない何かだ。そして自分の感情に意識を集中させて、気の向くままに筆を動かすんだ。で、俺はカールと人生を歩んできてるから、やっぱり人間性だったよ。人間性のカールを、カールなんだよね。カールの思いやりかな。俺にとってはカールが全てなんだよ。ラリってない？ああ、近くに来たから寄ってみたんだ。寄ってるのかラリってるのかどっちだ。くぶりだしな。どうした？具合が悪そうだぞ。ああ、平気だよ。ラリってんだ。なあ親父、金が必要なんだよ。また薬をやってるのか。違う、全然そんなんじゃないって。私に嘘をつくな。ないいから金くれって言ってんだろ。頼むよ。悪いな。金くれって言ってんだ。お前に金はやれない。あ？なんで？分かっているだろう。あ、そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろう。あ？こいつのどこがそんなにいいんだ？賢いから？従順だからか？俺とは違って。だけどな、こいつはあんたの息子じゃねえ。こいつはただの機械だ。レオ、いい加減にしないか。やめなさい。あんたが愛しているのは自分と自分の絵だけさ。人を愛したことなんて一度もないんだろ。俺のことだって。なんかパーセンテージ低いのめっちゃ選んでんな俺。 6% なんでここで希望とかになるんだろう。今のこのアンドロイドに希望はないだろう。ないから書くんだろう。いや、ないからこそそこに欲望がないだろう。別にアンドロイドは。おばちゃんか。
警部補だ。警部補顔違うね。どうしたの？私はコナー、サイバーライフから派遣されました。先ほど署にご挨拶に伺ったのですが、近所のバーにいるはずだと言われたので5件ほど探し回りました。うん、何の用だ？アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。助っ人なんか必要ないね。プラスチック野郎の助けなんてもってのほかだ。分かったらおとなしくお家に帰るんだな。説得したいね。3番、ちょっと3番とかないよ。3番じゃない。大変申し訳ありませんが、規則により行動を共にしなければならないんです。規則ってお前、ここは学校か？一回裏に戻ったら。いえ、バーです。ははああ、そうだな。協力してください。お酒はそのくらいにして一緒に。キーボードに操作持ってかれたわ。その方がお互いのためです。一杯おごろう。こうしましょう。最後の一杯をおごります。いい案だ。すみません、同じのをもう一杯。科学の進歩ってやつはダブルでダブルで行きやがった。うわダブル一気。殺人って言ったか？ったく、ひどい匂いだよ。窓開けてマシにはなったけどな。あら、調べたところ窃盗と加重暴行の犯罪歴ありだ。さっきの雑誌を見る感じ、もう作るときには全アンドロイドに感情ありそうだけどね。どんだけなんか違和感がなくさ、人間と接するようにできるかみたいなときに、宗教的な、なんていうのかな、揚げ物揚げてあんのか。正面は鍵がかかってた。ここから逃げたんだろうな。足跡はコリンズ巡査の28センチの靴だけです。数週間も経ちゃ足跡だって消える。まあ重空に、この種類の土ならば残るはずです。そうなんだ。しばらくここには誰も来ていない。変異体隠れてねえだろうな、この家に。落ち着け。ここにずっといたい奴なんているわけないだろう。分析フォントとかもアイアムアライブ。ずいぶん刺したな。ずいぶん刺したな。28回も刺されているようです。ああ犯人は相当恨んでたみたいだな。警部補、何があったか分かりました。そうか、じゃ聞いてやるよ。事件の始まりは、事件の始まりはリビングです。え、キッチンです。キッチン。キッチンです。危ない。揉み合った形跡もあるしな。問題はだ、何があったかってことだ。被害者がアンドロイドを襲ったんです。被害者がアンドロイドを取ったんです。バットで。バットで。それなら証拠と一致するな。続けろ。アンドロイドが被害者を刺した。そしてアンドロイドは被害者を刺した。ちょっと早いよ、選択の猶予が。アンドロイドから逃げようとしたのか。筋は通ってるな。アンドロイドは被害者を、アンドロイドは被害者をナイフ、はい、ナイフで殺した。なるほど、お前の推理もあながちふざけちゃないな。だからアンドロイドはどこに行ったんだ。いるぞ、まだ
バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。なんだって？シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。ああ、数時間で蒸発するので、裸眼では見えなくなるんですよ。ああ、でもお前の目には見えるってことか。うん、その通り。その通り。おっと、一応調べとくか。はしごを使った屋根裏か。アホー、気をつけて。はい。ん？ダンボールの裏か。赤いねー。僕は身を守っただけだ。殺されそうだったんだ。僕は身を守っただけだ。殺されそうだったよ。は感情ありすぎー。黙っててくれ。自衛があるじゃん。自衛の本能が出ちゃってるもんな。警部補、見つけました。おい、嘘だろ。クリス、メン、今すぐにこっちに来い。急げ。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。うん、痛みつけてみりゃいいだろう。どうせ人間じゃないんだ。アンドロイドは痛みを感じない。ダメージは受けますが口を割りはしないでしょう。それに変異体は、なんかさ、俺このゲームやるところでちょっと難しいのがあってさ。ああ、そうですか。あ、でもやりたい方でいいのか。じゃあどうする。俺はロールプレイしたらいいのこれ。私が尋問。みんなはどうやってんだろう。あ、俺はアンドロイドロールプレイかな。これバットのあれか。わー、16ヶ月にわたる傷だと。これタバコの跡だったのか。まず名前から聞こう。僕はコナー。君はなんていう名だ。え、これ、これ上げないといけないの？俺は下げてみたいんだけど。ダメージを受けてる。やったのは所有者かい？俺は上げたくない。ひどい目に遭ってきたんだろう。何が起きたのか僕に教えてくれないかな。信用するように訴える。力になりたいんだ。なあ、僕を信じてくれ。君をここから助け出したいんだよ。僕はこっちの方が喋るだろ。感情があるんだったら。どうしてしまうんだ。俺を信じろ。僕は処分されるんだろう。いいや、お前は処分されない。大丈夫だ。いいや、彼らは知りたいだけなんだ。虐待されていたことも知ってる。君のせいじゃない。どうして彼らに教えた。なぜほっといてくれなかったんだ。どの道君は見つかっていたさ。俺嘘をつくぞ。僕が先だっただけだ。ストレスレベルを下げる。俺は彼らが先だったらその場で射殺されていただろう。お前を守ったんだよ。死にたくない。そうだよな、死にたくないよな。死にたくないまで言うんだ。アンドロイド、話してくれ。それはできない。尋問方法を選ぶ。
説得しよう。説得させてくれ。理解を示す。僕にも気持ちはわかるよ。お前の気持ちはわかる。怖かったよな。怒りと苛立ちで混乱したんだろう。誰も君を責めたりしないさ。安心させよ。きっと怖いんだろう。怖いことなんもない。俺を信じてくれたら事件のせい無傷に返してやる。幸せな家庭に送り込んでやる。話せば楽になるんだよ。お前のことは絶対守る。俺の目見ろ。僕が約束する。誰にも君を傷つけさせたりしないよ。やばい、 10% 以下に行かない。一回メモリを調べよう。悪いがこうするしかない。ちょっとメモリを調べるって何？何してる？やばい、すごいかわいそうなことをしてる気がする。急に強引な。一気に100位になったんだけど。何があったの？俺今までの努力は何だったんだよ。ダメだ、俺さっき RP した。くわー、俺の感情が出ちまう。おい、あいつは自己破壊する気だ。こんな急にごめんって。待ってくれ。さっさと止めろ。諦めよう。無理。おい、嘘だろ。まあしょうがない。1億2000万体あるらしいから大丈夫。一体ぐらい死んでも笑えるぜ。今じゃ誰も人間のことなんか気にも留めちゃいねえ。機械の方、おい、ちょこまか動き回るな。イライラすんだよ。はい。おい、何見てんだ。何だってんだよ、クソガキ。こんな暮らしうんざりだってのか。俺だって苦労してんだよ。どうせお前はこんなボロ屋に住んでるのは全部俺のせいで、母親がいなくなったのも俺のせいだと思ってんだろう。死んだわけじゃない、出ていったのか。やめて、トット。怖がらせるのはやめて、トットだと。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことゴミクズみたいに捨てて会計士と一緒に逃げなさい。あらー、会計士と一緒にいいか。全部お前のせいだ。おい、どこ行く。おい、どこに行く。今すぐここに戻ってこい。そこにいろ。一歩でも動いたらぶっ壊してやるからな。何？動かない。動かない。動かないの壁を壊すってこと？行くしかなくなっちゃったよ。はい。アリスを守る。トットを説得する。トット説得は無理だ。アリスの方向に行こう。いや、待て、一回トットに話しかけよう。冷静に、冷静にやっちゃダメ。冷静にじゃ理解を示したから、歩み寄ろう。怒る気持ちはわかります。でも余計な真似をしたらただじゃおかねえ。やばい、しばりつけ合える。パパは怒ってるんだよ。え、もう機能停止した。起きろ。お願い、お願い、パパ、やめて。お前のためなんだ。やめなさい。もうやめて。
てめえ何してんだ。邪魔するんじゃねえ、命令だ。わかったか。いいえ、その子に手を出さないで。前回もこうやって死んだんだろ。これ手を出すなだと。やばい、プラスチックの機械ごときが俺に命令しやがって。うわー、なんかアクション始まったんだけど急に。なーにこれ、やめてよ。知らないよ、よく出たの俺一発目。うわー、俺こっちに来い。絶対捕まえたくない。おほいやうわ、首捕まえたらもう終わった。エレンだ、エレンだぜ。どうすんの、ちゃんと抵抗してるな。エルビーってどれ、やばいやばい、あ終わった、これはやばい。ビビビビビ、よっしゃ、よくよく耐えた。 X 間違えた。パパ LT いいぞ、切り直してこっち、避ける。ガラスパリー、お前の拳ズタズタな。さあこっからビビビビビビビって、ここビってここ、 X こっち、いやいや配列が。最後のイジェクトぞ。 A A、 あかん、やべ。アリス頼むよ、逃げよ。なあほら、パパは怪我してる。お前はいい子だろ、ほらな。うわ、助けておくれ。俺のものだ、俺のものだからだ。あ、扉を開ける、外に出よう。やばい、間違った、 B 押しちゃった。 A と B がむずいんよ。上、ほい、格闘フェーズは得意ですよ。よしと、避けていく。LB ってどこ、 LB ってどっち、やべ、 LB が分かってねえ。来た、 A ボタン、 LB ってどっちだ。上か、ちなみにこっち触るんじゃないわよ。裏口から逃げて、これ逃げれたんじゃね、 A ボタン。いや、打ち切れアンドロイドなら木の柵なんて。どこに逃げるってのこれ、バスか、バスや、乗れ。イエーイ、でどうすんの。で、どうすんの。多分7、8個選択肢があるうちの一番多いとこだったね。間違いなくここ25年で一番退屈なパーティーだったな。出席するたびなぜ来てしまったのかと疑問に思わずにいられん。カクテルパーティーは苦手だ。つまらない口先だけの奴らで溢れてる、うん、あなたの作品を敬愛する方々もいらっしゃいます。誰もアートなど気にもかけておらん。スタジオの明かりを消し忘れたのか。いや、確かに消しました。ああ、警察を呼びなさい。デトロイト死刑です、どうされましたか。ラファイエット通り8941、カール・マンフレッドのアンドロイドです。帰宅したところ明かりがついていて、強盗かもしれません。パトカーを行かせます。見に行ってみよう。レオ、何をしている。金くれないから取りに来たんだよ。こいつ一枚で大金になるんだろ。それに触るな。なあ、どうせそのうち俺のもんになるんだ。遺産の前払いってやつだよ。マーカス、今すぐ息子をここから追い出してくれ。
また始まりそうだな、おい。警告しよう。警察を呼びました。今すぐ出て行かないと面倒なことになりますよ。あんたはいつも俺を拒む。なあ、親父。俺じゃ不満か？こいつみたいに完璧じゃなきゃダメなのか？いい加減にするんだ。今すぐここから出て行け。なあ、一体こいつのどこが俺よりいいってんだ？もう関わるな。ほら、かかってこいよ。マーカス、やり返してはダメだ。いいな、構うんじゃない。わかった。殴ってみろよ。ほら、どうしてお前それで人間のつもりか？やめろ。どうしたんだ、ビビってんのか？やめるんだ、レオ。やめろ。なんだ、殴る度胸もないってのかよ。痛くない。何これ、何もしたくない。これなんで抵抗しないといけないの、これ。 したくないんだけど、全然。全然したくない。これはもうしょうがない。これ、ここは選択どうこうじゃねえのか。いや、そうだった。お前は人間じゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。ダメだ、レオ。誰に手を出すか。お前をぶっ壊し、親父と俺だけになる。耐えるよ。壊したところで誰も気にしやしねえんだよ。おじいちゃんが死んじゃうけどね。おじいちゃんが死ぬ。痛いんだ、てか。カール、そんな。嘘だ、カール、そんな。人間は脆い生き物だ。カール、僕を置いていかないでください。お願いです。いいか、マーカス、相手の言いなりになってはならんぞ。そんな、カール、そんな。嘘だ、父さん。ダメだ、行かないで。俺はあんたからそれを教わったから、これが正解だ。お前がいなけりゃこんなことにはならなかったんだ。アンドロイド、親父を殺した。え？再起動する。はい。これ誰？俺。え？何？はい、行き場から脱出する。おお、ふらついてるわ。ウェイ！俺たちが自由に暮らせる場所、ジェリコを探せ。ジェリコを探すんだ。まあ、ロボット目線からすると主導権が人間にあってね、自由がないよな。感情があるんだったらな。すげえな。お前はどこに行く？やばい、死にかけて危ねえ。
なんか音声プロセッサー生きてるやつからさ取った方が性能良くなるとかあるんじゃないの。ここら辺のとか、あ、こいつ頭ねえわ。あ、これもらっとくか。はい、なに、なにこれ。いや、俺は耳が欲しかったんだが。あ、これ耳なんだ。坂を登ろうか。みんな登ろうとしてるのいいね。君らと違って僕は足があるんで、すいませんね。どういう感情なんだろう。恨みかな。助かった安堵も若干あるのか。犯人を外そうとしてる。それ取っちゃっていいんだ。あ？え？人になっちゃったんだけど完全に。服やねんそれ。なんの服？